はい、2020年2月23日、英語語り対戦イベントじゃありませんということで、コンテンツバージョンアップデート340ということで来ましたということで、現在時間が3時40分でございますということで、このタイミングなんですね。ということで、まあ、いつものごとくじゃないですけど、いや、そんなあれですよ、おこごましいことじゃないですけど、やっぱり嬉しい問題追加、まだ一文も手につけてなく、とりあえずやりましょうということで、本日の本題は、対戦日本コラボキャラを紹介、嘘です、すいません。つまらんこと言うなよということで、とりあえず、復刻の進化、スイスの方と、それからユルガリの方の進化の方をしていくでございますということで、中国地方の医療違いを見るだけ見ましょう。変更前のがよくわかんないが、とりあえず見るだけにしましょうということで、まずは、スイスの進化したいんですけど、これ、ちょっと私、アホな話なんだけどさ、ちょっとこの進化する前、ちょっと喋らせてよ。レイティッシュさ、私、これ、悶絶だと思ってさ、私かぶり全部売るんですよ。いや、悶絶だって進化にならんでしょ。わかるでしょ。レイティッシュ全部売っちゃったんですよ。いや、だから、チケット5枚。ただそんだけ、それが言いたかっただけ。ただそんだけ、うん、俺っちはこんだけしかないんで、まあ、あれ使うしかないで。まあ、とりあえず見てからにしましょうで、まあ、とりあえずこれサクッといって、全部サクッといってから、とりあえずいきましょうということで、進化してみましょう。まあね、クッキーはちょっとゆるがりの方で使いたいんでね、このクソったれということで、まあ、とりあえず、レイティッシュ5枚ふざけんなということで、いきましょうということで、ケチだな、お前。いや、本当マジでレイチ売ったんですよ。なんだこれ。あれだね、最近私、グリコ外伝か。あれ読んどんすか、あれのところで出てくるさ、なんとかがから、まさきさんが打ったやつに顔にとるよね、これ。そっくりだね。いや、最近漫画ばっかりなんでさ、漫画ばっかりなんで全然英語物語、ちょっと英語物語やつ、ちょっと息抜きに漫画読もうかなと思ってさ、気づくと2時間ぐらいです。Kindle でもう一冊買おう、って、はい、1時間、はい、1時間、ちょっとこれお菓子食べながらもう一回読もうかなってさ、そんなことはいいよね。うん、じゃあ見ましょう。あ、ちょっとこれは後にしましょう。これちょっと後にしましょう。で、性能サクッといきましょう。性能サクッと。うん。これ進化日本なんかあれなんだね。まあ、とりあえずいいですわ。ということで。土下といえばスイス。うん。で、リーダースキルが、まあ、あれか。スケットじゃないけどあれだけど、捨てはいいか。ゆるスキルが5ターンで、遅延っすか。5です。あれタイプ、ダッチさんみたいなやつか。でも捨て的に言うと5400の3400って悪くないやつなんだね、これ。イベホが入るとめんどくさいってやつか。5400、来月来るんかな。5400だったら2700入って8100ぐらい。火の時に、でも火で8100だったら撃つよね。打てるよね。なんてあれ、ピグベンじゃなくてビグベンか。紛らしいな、あいつら。あれで打てるよね。別にそんなにあれだよね。まあ、重要案件っていうわけではない。でもこれほんと顔に通すよ、こんな感じで。読んでください。キューピーガーディエンのね、十何巻だったかな。いや、最近読んどるで分かっとるもん。そういうような撮影を来まして、これで、ゆるがりの方の進化。本命に近いところ、とりあえずガッサそのまま行くんかな。スキルのか、あ、なんだ、まあ、いや、とりあえず行きましょうってことで、分かりました。はい、行きましょう。ドン。見た目変わるんだね、これね。結構変わるんだね。好きな人多いかな、こういうの。で、これもちょっとレアスにしましょうということで、性能いきましょう。どれだ、どれだった、ちょっと待ってよ。あれ、これもなんか増えてない、イベントなんか増えとるんだね。来月のあれか、こんなペースになるんかな。国内対戦を1個ずつ増やしてってあれかな。まあ、いろいろあれだね。チャリンチャリン銭儲けを増やしていかなかな。これ来月分ということか。まあ、とりあえず見てみましょう。ドン。まんまなんだね。まんまなんだけど、これ、リーダースキルの3パーって地味にあれじゃないの？でかくない？全属性じゃないと嫌だな。いや、周回用のデッキでさ、全属性の3パーとか4パーのやつが欲しいんですよ。リーダーで使えるやつが。
うん、折ったらあれかなと思って、でなんか下からさ、連撃系の好きだと最高かなと思ったんですけど、まあそういう目線をさておいて、完全上位互換だね。スキルターン変わらんってことか。珍しいって言えば珍しいか、そのままあれで。でも捨てごついな。5600の4000か。コストム制限で何これ、この前の日風とかじゃないけど、あのあいつ、ペパの遅延避けるときにあれか、に使ってったりのセルフ蘇生薬か、セルフ蘇生薬なんだけど火力4000あるから、まあそこそこっていうか、結構強いよみたいな。5600だもんね。落とせん可能性もあるか。セルフ蘇生せずにそのまま生き残るっていう可能性も若干含めるね。ガスト私結構育ったんで、もっとるは持っとんですよ。うん。ただダーウィンがちょっと最近あの在庫不足なんで、あのあれだね、ダーウィン本舗からちょっと引き出してこなあかんだけど、まあそれでさっと言ってまして、それでじゃあ中国地方どうなったんでしょう。とりあえずちょっと待ってよ、色違い、こんなどこだった、中国、中国ってどこだった、あの国の中国じゃない、あんたあれですよ、日本のあれ位置関係分かってるちゃんと、東とあれと、なんか国が県言えるちゃんと、47都道府県、東京しか知らんでしょあんた。そんなことないよ、東京と大阪と北海道と沖縄ぐらいしか知らないでしょ。ちょっと待ってよ、どこどこどこ、中国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 、広島でしょ、お好み焼きだもんね、うん、そう私大好きなんですよ、そういうのはさせよきて、この辺りかクーニャンとか、そうだね、ちょっと待って、これなんか並んでない、あこれで見やいいんだ、うんと中国ちょっと進歩したか、あれ色違いないよ、中国色違いないんか、ちょっと待って、何これふざけんな、中国色違いじゃねえのか、ふざけんな、ちょっと待って、ふざけんな、ちょっと待って、色違い、ちょっと待って、この中国、中国、どれだ、中国、あ、我らがもみじまん、これお好み焼きまんにし、あ、お前そういうことあれだぞ、お前、あの、喋るの、あの、お前あれだぞ、ちょっとそういうの、言ってかんぞ、そういうこと、うん、で、何変わったの、これ。何変わったと思います、これ。コストなの？あれってこれで1ターンだった？スキルターンって。コストかな？コストもうちょい重くなかったかな？ステー変わってないよね。ってとこか。1ターン、ちょっとこれわかんねえ。わかんねえわ。ということで、それから、中国、ちょっと待って、中国探す方がこれ難しいぞ、これ私には。英語の問題より難しいぞ。中国、ここ中国いないよね。中国。チャイナじゃないよ、中国だよ。中国。ちょっと待って、中国。あ、桃太郎っす。何変わった、コストこれ。ん？捨て変わんないよね。5900の4200ぐらいじゃなかった？2ターンで非変だよね。何変わったこれ。ん？わかんない。コストかな？わからん。で？わからんことばっかだね。うん。問題もわからんもんね。まあそういうこと言わないで。で？あと中国何がおる？ここいないよね。ちょっと待てよ。ここは？クーニャン。あ、ヘビがおったね。クーニャン何変わった？6800の火力はあれだね、実は使いやすいってやつだね、これコスト50か、あれ何だろう、体力2500、スキルこれ 160% かなんか、4ターンだったよね、これわかんねえ、何だろう、でも地味なコスト帯でこれ確か使える瞬間ってあるんですよ、すごい狭いとこなんだけど、確かあった覚えある、1回か2回なんか出番あったよ、であとヘビだね、ヘビは何これ、16連撃ぐらいになったのかな、いやそんなみんな使うか、そんなこと言ったら、これ何変わったの、コスト40だったのかな、2700ぐらいだったね、確か2700、7回、なんだろう、スキルターンが1とかになったのかな、そんなみんな使うってだから、まあいいねがあれだから、ボコボコにされるか、そんなことしたら、何これ、何が変わったんだろう、わかんねえ、うん、まあ誰かがまとめてくれるわみたいな安易なことにしといて、でじゃあ、 あのストーリー見て終わりましょう、はいはい、とりあえずあの漫画のニトリアス、あれどこ行った、ちょっと待てよ、あいつどこ行った、これ、ラ
ショードさん、まあ見ましょう見ましょう、ちょっと待ってよ、行きましょう行きましょうということで、どん TikTok This is the sound of cuckoo, different parasites of Tiwayan chat. あ、そういう字書くのこれ。こういう字書くんだ。 Obviously not. そういう字書くんだ。Yeah, you're in Switzerland after all. スイスっていうと時計のイメージなんかな。Cheese is a specialty of Switzerland, huh? え、そうなの？それ違うだろ。Cheese? Were you even listening? え、チーズなの？ But you don't need watches anymore, as long as you have smartphones. うん、そうだね。時計いらんもん。あんた時間見ても、だって用事ないから時間見ても、いいもん。わかるでしょう。いや、だって別に起きる時間が、寝る時間決まってるわけじゃないから、時間見る必要ないもん。あんた時計いらんよね。Yeah. うん、そうだね。いらんね。美術的価値が高いの？そうなの？ I mean, Japan also has a big watchmaking industry. 時計大国っていうなんか時間意識大国みたいなところだよね。ちょっと違うかな。There are many famous watchmakers from Japan as well. え、そうなの？ I didn't know that. そうなの？ Some of the watchmakers even belong to the Academy of Independent Creators of Watchmaking, a well-known international association. え、そうなの？そうなの？ Oh? 本当？ Their watches can have a value of up to tens of millions of yen. You know it.なんかお前が今回ポン菓子の役やっとるわ。あのキューピー外人にとるんだけど、キューピーじゃねえわ、あのグリコ外人にとるんだけど、なんとかが原 AHH、あのまさきさんをやっちゃったやつなんですよ、こいつ。え、お前漫画ってまあいいけどさ、美術的価値が高い。え、そんなすんの？え、そんなすんの？車より高いわ。 Well, plants like you will never understand this side of the world. 縁のないね。縁のないね、私らで。 Can they cost over 100 million yen too? Definitely. あるの？ But it's just a watch. Paintings are just paintings too, and vases are vases. And worst of all are the big coins. They're merely electronic data. ビットコインなんかあんなもん何もあれだよ。適当なコードの羅列なだけだからあれ。 You're right. You're easy to convince, Aiko.The fact that smartphones can tell time won't make the value of watches any lower. なんかあれだな、本菓子の役やっとるね。Plus, cities known for watchmaking industries such as La Chaux-de-Fonds and Malacca won't lose their touristic value either. あ、そうなんだ。スイス行ってこなあかんね。いや、だから今コロナだって。What a nice conclusion to end the story. I'm surprised. 綺麗に終わらんでしょ。Why not? We barely have a clear conclusion. あ、もうなんかみんな面倒くさそうだね。うん、まあそんな感じだね。ダッチさんタイプか。水の何これ、最後のとかで止めに行くってこと？水風とかで風止めに行くってこと？でも水風の時って実は風じゃなくて水やらなあかんよね。最後絶対水ぶっ潰さなあかんよね、あれ。風じゃないよな、これ。非風の時に使う？非風の時で風止める？非風の時って火じゃない？風もめんどくさいけど。難しい。あ、でもピンポイント誰なんかな？ダッチさんがそんなめっちゃ使ってくってわけじゃないか、どうなんだろう。私はあんま使う感じじゃないかなって。それでガスさん、ゆるがりはなんかこういう萌え路線なんかな。で、対戦の方はちょっと違う。なんかこれ探しにくいな、場所が。でこういった、ここいったね。完全絵がそうだもんね。まあ、とりあえず見てみましょう、ドンと。こうやって言うの、ガスさんのこと。まあ、みんな通訳いるやつばっかだね。英語だけじゃなくテレパシーで喋るもんね。なんだガサゴって。なんかお花畑ちゃんだね。わかるんだね。いや、お前もわかるだろ。お前もわかるだろ。その間抜けなつらしやがって、お前じーっとその目でこっち見やがって。人間外出にあんま帽子かぶるんかな。かぶる？かぶる？あんまワイン飲み放題しんうんよ。ヘビレキになるだれ。えらいことなんでね。成人したの？成人なのこれ？成人しとるの？いや、何、三つどうしたの？あれ止まった。捕まらんか。でもこいつの存在が出たから、ここ本当あれだね、対戦厄介になったんだろうね。こんな簡単にセルフ蘇生してさ、ねえ。
海の中で逮捕されるのかな。だって海の中やりたい放題じゃない。あんたまた変なこと考えたろお前。もう喋るね。はい。これでもどうだろうね。静かに暮らしてて対戦でこいつ大胆に暴れまくっとるわ。使用率結構高いんじゃない？ねえ、第2形態で十分なもんだぜこれ。いや作って思いますよ本当。第3いるんかってことよ。多分普通の時をさ第2で使ってさ第3全部潰して第4にした方がいいぐらいだ。いや思う。自分で使ったと思います私。Thank you. You're the sweetest candy. 第2の感動数十分だよはっきり言って。これを第3で持っとるからってなんかそれが勝利に貢献しとるとは1ミリも思わんなんか。単なる自己満足じゃないけどさ、うん、第4が多分いいんじゃないかなという想像で作ったんですけどね。これ今度あれかな、そのうちネタがあれになったら、ね、あまた口悪いこと言わそうでしょうね。第5形態が出るんかな、なんかそんなことない。ガッサでなんか8000ぐらいの体力で火力が6000ぐらいになってさ、コスト80とかぐらいでさねそしたらあれか、他のやつもどんどん上がっていくか、幅器がコスト100とかなるの。体力1万ぐらいでカット率 80% とかクソみたいなやつが出てくるんかな。お前も台無しなこと言っとるな。まあ、ということでそんな感じでございましたということで、まあ、余ったら作っていくってことだろうね。じゃあ私ちょっとあかん、作れるあれはあるんだけどさ、そのダーウィンがちょっとネタ不足だのさ、ちょっとまあダーウィンだけどっかであれだね、資金調達してこなかね、ちょっとあれビットコイン担保にちょっとダーウィン貸し出しにあれなんかそういうプロジェクトないかな、なんかね、そういう融資じゃないけどさ、なんかダーウィンコインとかさ、ダーウィントークンとかさ、まあそんなことはいいってことで、まあ、そんな感じでございましたけど、とりあえず、うん、一応最後に出しておきまして。まあ、とりあえずガッサの性能はこんな感じでございますけど、もう完全に上位互換だね。これ持っとるからってさ、マジってさ、思いません、ね、コスト無制限でさ、これの貫通持っとるからって、このおかげでなんか勝率 0.5 とか1割上がるって思います？普通の何第3のガッサの貫通使っとるのとさ、第4のガッサの貫通使っとるのと。っていうふうに思いませんことない？別に第2でもいいんじゃねえって思いません？それぐらいだったらどっちみちセルフ蘇生なんて火力ねえんだから誰かが連休売ってくれるだろう、ふん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 、多分思ったんじゃないですか。そんなことないかな、イカさんとか使う人でもさ、まあいいわ俺火力出せんけど誰かどっちみちなんかピカレアとか出てこんかな、ふん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 ぐらいにないかな、パレンケが守ってくれるしって。そんなことないかな、田島が倒してくれるもんって。まあね、うん、余ったら作ろうかなってことですね。それで対戦ダッチさんだね、ほんとね、完全にね、スイス、うん、性能というか捨て的にあれだね、これ使うかって言われたらあんまあれだね、ダッチさんでめちゃくちゃ使用率高いわけじゃないよね。ダッチさんよりまだタイの方のあれじゃないの、水風で遅延2とかのがまだあれじゃないですか、使われやすいんじゃないですか多分選択肢として。でこれで40ぐらい使えると普通に蘇生とかどうなんだろう、まあ、使うは使ってみますけど、イベホ乗った時もでも難しいよなこれ、火で使って水で入っとるから有利取ってくって言ったって結局あれだもんね、ピグメンだとか撃たれるよな多分、5600の5400の8100なら撃たれるんじゃねえか水混じりだったら。まあもちろんねコスト40に対しての捨てが高いって言われますけど、バランスはあれですよね、使いにくいっていうか、私は使いにくいってことか、うてんくてじれったく思う、あいつタイプだね。リスボンタイプの数字ですよね。まあ、そんな感じでございまして。毎月多分こんな感じのペースなんですかね。でもこれ、問題追加がやっぱ無料でかいと思うけどな、これ。本当に。回しもじゃないですよ。回しもじゃないけど、だってこれでとりあえず、1万も投資してないですけど、110、これからも楽しみというか、110、33、約170万ぐらいですもんね。大体こんなペースなのかな。第4進化はもうあれだよね、今までのやつがなくなったら終わると思いますけど、復刻対戦があれですもんね、さっきの要は進化か、スイスだから新国がだな追加してってあれのところで、まあ、それ今までのペースですけどね、対戦日本がどっかの国があれなんだろうね、各県はあれなんだろうね、多分2体ずつマークね、まあいろんな商売やっていかなかんでね、うん、
で限定イベントが多分来月のあれでしょうね、そのなんだろう、お一人様用イベントとかで、スキンがまたなんかあれなんだろうね、いろんな絵とかも増やしてて、本当ね、ストーリーもあれですしね。そうだね、スキン多分こんな感じのペースなんじゃないかな。で色違いとかを地味に地味に少しずつ補修かけていくってことか、地味な情報修正ということか。であれか、エビルみたいなちょっと行き過ぎたみたいじゃないとこを下方修正かけたりしていくってことか。そんな感じなんですかね、大体だよね、多分ね。うん、まああれか、でも追加のなんだろう、これゆるがりの方はもうあれですもんね、ある程度もう、だってもう前どっかでも喋らんかったですかね、ちょっとね、最後に、まあ、なんか喋りたくなったでしょ、うん、で、終わりたくなったら終わるんでしょ、うん、まあそういうとこだよ、そういうとこだって、私が言いたいこと言うだけのことだから、そういうコーナーだからさ、うん、ここだってもうランちゃん来てますもんね、で、タコも来とるし、ウゴマルも来とるし、マコちゃんも来とるし、で、お前名前なんだった猿飛びだったか、鳴飛びだったか猿飛びってお前プロゴルフは猿、ワイは猿やだね。で、ペパリンも来とるでしょう。で、それからあなた、北間さんも来とるでしょう。で、角沢役も来とるでしょう。で、ガスさんも来とるでしょう。で、ルリと、リュウグウと、イナフはもろ読めるよね、上位互換だよね。でも上位互換だけど、これどうするんだろう。ナルトビと差別化図らなあかんから、色が変わるってことないよね。風でいくとどういうふうにするんだろう。パーセンテージ上げるの 50% ぐらいとかして、その分あれかな、4ターン継続とかで捨て上げるんかな。ガッサでも、ガッサね、イナフでもそんなに弱くないね。これ4500ぐらいとかだったら結構めんどくさいんじゃない ?50% ぐらいとか上がったら。それで6000ぐらい当たられたら、進化パネルが倒せるぐらいだったらめちゃくちゃ強いんじゃない、コスト60でも。ね、風だとカット食らわんすが。いや、想像で言ってますよ。だって今の数字が、これの上位互換だとしたらさ、単純に3400ですが、両方が。火力も体力も。これがまあ4500ぐらいとして、で、このアップ率かが、あいつ、なんだ、サルトビじゃない、ナルトビは今わざと言ったけど、が 60% ですか、60% の3ターンですか。だけどこれだと45ですか。間取って50とか55ぐらい、50はちょっと多すぎる、50ぐらい、50の4ターンぐらいとか、それでも強いよね、普通に、多分。4500ぐらいあって 50% ぐらいあったら、2000いくつだから6000以上与えるから、やっぱあれだもんね、進化パレンケが格殺できるもんね。だけどあれだもんね、あいつまで届くよね。風の6800の風変するやつ、タイのアユタヤ、あれ倒せるぐらいだったら強いんじゃない。で、継続して4ターンでもある、3ターンでもいいよ、別に 50% だったら 4枠まで続きゃいいからさ、 50% ぐらいアップしたら、だってあれだもんね、単純に、うん、45、50、まあ、たった 5% ではあるかもしれんけど、田島があれだもんね、5100ぐらいの2発の1万1000ぐらいのところのザクッとしたところで、それが 50% 上がってくるんだから、1万7000ぐらいになるってことだもんね。パレンケほぼほぼ乱数次第とかでちょっとあれじゃないの、落とせるぐらいまでいけるんじゃない。そこら辺にイカさんかなんかちょこっと一発与えるときはいけんのかな。結構でかいような、それなると強いだろうな、ね、これ結構本命に近いんじゃないですか。これ絶対本命だと思うけどね。これだと何来るってしたら、コスト60で3400だから、まあ5400のどう3800ぐらい、捨て的に3500とかそんなもんぐらいとしといても、カット率が50か60はでかいよ。これこいつマジインチキだって、本当に私がひいき目にいっとるということありますけど、地味に地味にでもでかいですよ。これだって水で来るってことは、だってあれですよ、いいねのとこいますが、いいねだ、水の特に短期のところ、2幕のところのこぼぶめめっちゃめんどくさい。ちょっと待ってください、おしゃべりしてください、せっかくなんで。水のさ、だってこれ1枠見てください、あの1ターンのとこ、ここいいねがおって、これとりあえず9000ぐらい耐久出しますがね。で、そこの一応介護官じゃないけど、まあ高コストなど出てこんと思いますけど、ニューがどんなもんだった、5000か7000ぐらいだったのかな、違ったかな。で、当然のごとくこいつがいますが、我らがガリガリガリクソンがどこ行った、あれガリガリは売ったか、お前、あ、売ったこれがいますが、これがあるもんで風変しにくいですよね。でもいいね、風変で売ったのあれだもんね、いいねが確かね、こいつであの確定取れんはずなんですよ、微妙に余すんですよ確か。でもこいつで打たんとほぼほぼ倒せなくなるから、
難しいよね。いやだってそこにさ、分かるでしょ、分かるでしょ、言いたいこと、言いたいことだからでしょ。ルリーだとあれですが、これだとちょっとコスト無制限とかさすがに突っ込みにくいですが、捨て的に2700万はポムのサポートがあれば倒せんってことはないけど、倒せるやつは結構限られますが、何よりガリス倒せるのは辛いですが、スキルは優秀でも。でもこれの上位互換の例えば45でもいいですわ、パーセンが。50は結構えぐいと思うよ、マジで。だってポムのスキルあれだもんね、帳消しにするんだもんね。で、これが5800ぐらいの、さっき言いましたが、3500ぐらいも安く今見積もりましたよ。体力はどうでもいいよ。火力が3500ぐらいあればとりあえずあれだもんね。多分もうちょい行くんじゃないかなと思いますけど、50%ぐらいカットしたらえぐいですよ。いいねの耐久上げるんですよ、完全に。いいねの耐久上げつつ、ガリソンの耐久だって上げつつ、結局あれだもんね、無効化できるのが教祖様の攻撃だけだもんね。でも教祖様がだってあれなんですよ、いいねに完全な確定取れるわけじゃないからさ。そうすると余すとこ見てそれガリソンとさ、もうずっと思ったんですけどさ、このどっちが先にカバーを何させるかっていうのは、いいねとガリソンのなんだと、これめちゃくちゃめんどくさいと思うんですよ。でそこにさっきのルリのさ上位互換が出てきてさ、コスト60度でもいいからさ、ここに入ってくるとさ、結構200落とせんすよ。でごちゃごちゃになってて、頭もあれですよ、あー遅延環境にならず、結構なんかダラ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 した多分流れになりますね、おそらく想像ですよ。うん、それぐらいの性能じゃないかなということで、それで最後これが、あとよくわからないね。まああれかな、お芋くんタイプになるかなと思って、色が変わると思うんですよね、このゆるがりの流れからって。急にこれ火だからって言って、いきなり水になったりして、また水セッターしてったわけじゃないかな。火のまま上げてこれどうするんだろうと思って、4ターン継続で85とかお芋くんタイプにするんかなと。だったら別にお芋くんでもいいんじゃねっていう話になりますが、2色使えるっていうのもあるけど、まあもちろん火だけの方がいいっていうのもありますので、火で使えるっていうのもあるけど、火で火力アップ、あでもあるか、高コストで入れるよりさ、これを何火のコスト無制限とかで入れるより、ちょっと中途半端っぽいとこの秘密とかに入れた方がいいですよ、使いやすくないですよ。あでも秘密だとあれか、あのクソったる大仏で遅延されるかの野郎に、そっか、ちょっとここはどうかなというのはね、火っていうところがね、これがまた水とかになれたらあれだけどね、鬱陶しいとこあるけど、どうなんのかなって。期待的にはやっぱ本命いなくぐらい、私はこれ完全本命なんですけど、これが、うん、これ用にだから本当に最後の最後だけど、ちょっとさ本当にダービーの在庫つけてきたもんで、ちょっと残したいかなと思う。まあ、そんな感じでございましたという、私の、あの当たらない店舗でございましたという、まあ、そんな感じでございましたということで、はい、ということで、そんな感じで終わり。